おはようございます。さあ始まりました、青いのぞみのパチンコスロット天国のぞ天。さあ今回はですね、収録にご協力いただきますホール様、パチンコ富士蟹店様です。こちら、シャープ1第1話でお邪魔させていただきまして、なんと早くも2回目ということでやってまいりましたが、めっちゃいい天気ですそんなことはさておき、今回実践機種ですね、アンケートを取らせていただきまして、選択肢がバジリスク、絆3でゴッドシリーズからハーデス凱旋の4種類で、ハーデスですね怖いよ、なんでみんなハーデスなの、もう絶対私の爆死が見たいだけですよということでハーデスにてデッドアライブの実践となります。まずはまあゴッドシリーズということなので、こちらですね、神降臨ゴッドゾロイをゲットしたいと思います。最初8192にしようかと思ったんですけど、もし全回転とかしちゃったらどうするんだってなって、こっちにします。ゴッドゾロイすれば OK と、もう一つはなんかどっちか難しいかよくわかんないんですけど、こちらひなな4連しますかね。なかなかカメラマンさんはこっちの方が難しいんじゃないかって、でディレクターさんはゴッドの方が難しいんじゃないかって、まあ、結果どっちも難しいんじゃないかっていう、まあ、でもできれば両方今回も達成目指して私の妄想通りに行くように頑張っていきたいと思います。一昨日収録したのでちょっとあんまりツイッターを上げてなかったのもあり、一昨日分は使えないそうなので却下らしいです。一回使ったやつはダメと言われたので、2番目に多いいいねですね。こちら見えます、48いいねなので四捨五入で50ポイントですねのサイコロ出目と、はあ、これ6出しても3万ですよ、ハーデスですよ、無理じゃないですかもうしかもこのサイコロ絶対6出ないやつですもん、ちょっと重心が傾いてるから今んとこまだ1は出たことないはずなんで、1以外で今日もお願いします。666いきますよ、結構転がりそう、上下に落としますね、結果転がるもんねあ、そう、あ、やったじゃん、6でーす、やった、やった、よかった、マジか、超嬉しい、はい、ということなので50ポイントかける6で、はい、3万やこれでギリギリな気もするんですけど、まあ少なくとも天井は追えないのでなんとか早く当てたいと思います。はい、ちょっと不安しかない収録ですが頑張ります、行ってまいります。6出たよ、やばいっすね。青いのぞみのパチンコスロット天国のぞ天、はい、それでは早速ハーデスから実践スタートしたいと思います。先に言っておきます、私ハーデスほぼ知りません、詳しいことは一切わかりません、ただ知ってるのはゴッドを引けばいいっていう台だと思ってます。あ、風チャンスですか、いや4連チャンスね早速来ました、4連チャンス来るかしかも軍資金が3万っていうのが、だって3万だけ持ってハーデス打つ人なかなかいなくないですか、いるか、いるわな、引ける人は1万でも引けますからね。で今日決めてる妄想ミッション、まあ五等揃いと気な4連ですけど、ただ行き道に車の中でまあ今日の2人が女の子とディレクターさんが詳しいので、でもアンケートの時点でその時点で集計取れてたのかな、でまあよっぽどハーデスなんでっつって、何がいいですかねってミッション決めてもらったんですよ。まあ1個はハーデスでしょ、ね、遅れました、
せる。なんだっけ、あ、そうで、そもそもミッション何がいいですかねっていう話をしてて、お、2連やっと2連っていう、お、3連チャンスチャンス、お願いします。絶対ないやつやこれ。刺さってるといいっすね。ないかな。なんか私リーチエンジェル入って一番最初、初めてリーチエンジェルとして実戦来店させてもらった時に打ったのが確かハーデスなんですけど、お、中段リップ、初めての実戦で朝一オハテン食らったんですよ。で、ハーデス100ゲームっていう。もうそれやってからハーデスがもう大嫌いになって言っちゃった。やっぱ嫌いではないですけど、実際当たったら楽しいんで。外れましたリペル。なんかもうブワーとかでもいいからなんかください。お隣は2発かな。来た中段、あ、もうそっちじゃない。揃うかな揃うか。あ、でもまだいい方ですよね。これ2連したら結構いいですよね。来た。来い。さすがに来ないか。来い。なんかついた。これ何？来い。よかった。とりあえず今当たりました。投資が1万4の5000かな。すっごい今私疲れてます。あ、はまらない。まあまあいるでしょう。今日の私の裏妄想としてこれで100っていうのも一応心の中ではあるので、皆さんも心の中に入れといてくれれば、出さなくていいです、多分出ないんで。デフォルト。さあ、こっから。まあでもとりあえず1回は当たってくれたんでよかったです。あるよ。ないよ。えーい、駆け抜け。マジか。はい。ガリババの背中へ60ゲーム223枚。あー、難しいよ。もう一回ここで当たってくれることを願いますがね。どんどん。はい、追加投資です。もうやなんもできん。なんかもういいよ。もうなんかこれしか見てない最近。
ない、ほぼほぼない。もうなさそうやもん。どう？うわーで、これはじゃあ来い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 、はい、あーセーフ。追加投資しましたが、157ゲームジャッジメントです。さあ、まあ謎だと思ってケルちゃんでベロってね、ベロった。しゃあやれるぞ、イエーイ。いいよ、いい風が吹いてきた。何でもいい、もう何でもいい。いかん、ダメだな。さっきも多分ボットゲーム中求めすぎたんで、とりあえず無心で打ちます。ハーデステージ、ハー何それぐらいの感じで。いや、もうハー何それ言えない、この音が。音を楽しむだけっていう。そんなことないよ。お、おえー、しゃー、100ゲームいけんぞ。いやー、やばい、よかった。空気じゃなかった、このハーデス。マイペースに、マイペースに、いいよ。まあ、まあでも私も先ほどの100ゲーム10ゲームの戦から間もなく終わりそうです。はい、ということで2回目の当たりは220-571枚でした。さあ、このこっからだよね、問題は。あ、でもなかなかループ取れることってないんですよね、多分普通に当ててる場合って。ウェイ、チャンス。右上がりですね。そう、刺さるんじゃない、ウェーイ。はい、70ゲーム、まあまあいいでしょう。こっからなんだ。中来い、次は100だったけど、次200いっちゃう？いっちゃうの？お父さん。来なな、来なな、5連。もうずっと来ななが連チャンしてる。ほい。またおっさん出ちゃった。おっ、乗せてきました。いいよ、いいよ、そういうの好き。うん、嫌い。なんだろう、投票。お、ノー。お、
大丈夫もう一回行こう。ないこれおかしくないですか？ナビなくて中断機ならですかね。手押しやばい確定役か3桁のせお隣の方が教えてくれる。やばい。1% か 2%？ よっしゃー。何？え、何？こ、え、あー、これか。うっ。あー、これは違う。今ナビですよね。今一瞬、って思ったけど。何回？うん、今のやつね。ああ、後乗せに回るらしい。多分ね。めっちゃ上がるやん。何これ？先告知か。ああ、そういうことか。先告知もあるんだ。へえ。あるある。まあさすがにありますよね。50でしたね。いやーよかった。とりあえずは会ってくれておい上手じゃね。うん、おーデジャーブ。おー 50! あー、ないかー。長くかかりました。ゴッドゲームですが終わりを迎えそうです。はい、やった方でしょう。950ゲーム2544枚。お見事ということで、食欲が勝ったんでご飯行ってきます。はい、お昼ご飯行ってきました。ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱい。さあそれでは後半戦頑張ります。まだそんなに簡単じゃないですよね。でもやっぱりハーネスって本当事故待ちですよね。さっきうまい具合に軽い事故を起こしてくれたからよかったけど。ここから鬼のハマりもありますもんね。え3連続、え4、えうん、ここに来て最低ゲーム数っていうはい50ゲーム。あー残念、駆け抜けですね。もう全然ゲーム数見てなかった短っお今はいはい、50ゲーム駆け抜け189枚。のぞてん、これであんだけレザーと天井とか持ってかれたら本当に萎える。もう一生ハーデスターンってなりますよ。だからハーデスさん頼みます。大きいハマりだけは勝ちたいんです。やっぱのぞて相性良かったで終わりたいんです。
瞬殺で消えていきますよね。なんか急にやる気出してきましたけど、今声に出してますけど、いつも基本こんなこと思いながら打ってるんで、心の声出せてちょっと嬉しい。多分チャンス目で当たりました。ペルセポネ、わーん、ジュー、おお、乗った、おーい。まあ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 、でも2回目の3桁ですね。やった、上手じゃね。十分でしょう。会話の制して140ゲーム457枚、ありがとうございます。よかったー。のぞてん、これ鎖演出も起きないまま終わることもなくはないんですかね。ある、あるんだ。やだ。やだ。寒い。はい、実践終了いたしました。ありがとうございました。まず実践結果、投資が850枚の回収が1711枚でした。イエーイ。いや、 やっぱのぞてん相性いいですわ。うん、低投資ハーデスでね、800枚とかの投資でこんだけ出せて、乗せ方とかも結構上手だったのではないかなと思っておりますが、残念ながらね、妄想の方は実現しませんでした。キナナ4連と、ゴッド氷、ただね、隣のお兄さんが隣のお兄さんがゴッド降臨してフリーズしてってしてたんで、まあ、私の代わりに妄想を叶えてくれたのではないかなと思っております。めっちゃ楽しかった。いや、もう本当、投票してくれた皆さんありがとうございます。おかげさまで楽しく実践させていただけました。またね、多分投票系アンケートをちょこちょこやるかと思いますので、またその時良さそうな題を指定していただけると嬉しいです。ということで、今回、4回目かな、シャープ4のぞてん終了です。また次回も見てください。またね。